はい、ハンマークの本句の半米岩尾先生です。ですね、破産しても破産しない方法っていうのはあるんですね。で、特殊保険をに入っていくわけですね。で、年金などをたくさん満期で必ず入れておくことですね。これは年金は破産申告して財産全部取られても残りますからね、満額、ね、あらゆる年金に入れとくということですね。そうですね、他にも無数にあります。で、そういう特殊保険ね、は役所がどんどん潰してきますから、公開できませんし、私からもちょっと言えないですね。年金以外はちょっと言えないですけど、大きい会社の中でたくさん、ね、役員になって破産してもね、いいように給料をたくさん取ってますから、で特殊保険に入っておくわけですね。で、まあ簡単に言えば親しい人にね、生前贈与 しといて、いざという時に返してくれということ。その代わり与えて、その必要がなかった時はね、破産しなかったり困ったりしたことなければ返さなくていいよということですね。で、どんどん利用してくれということですね。で、まあ、財産100万までは、ね、日本では生前1人100万まで生前贈与できますから、どんどん出し、ね、関係者知り合いにね、表向きじゃないですよ。あんまり やるとやっぱり景気悪いと売上が悪かったりマイナスだった時は生前贈与は無効にされますから、ね、できなくされちゃいますから役所がね。で、後で持っていかれちゃう、その時持ってそれを計画してた後、財産をね取られないように分配しちゃったということでね、見つかるとダメですから、そういうじゃない時にね、生前贈与しとくわけですよ。日本、海外ね。日本だけじゃダメなんですね。で、ちゃんといろんな方法があってね、収入が、だから、大きい会社の役員っていうのはみんな強いのは、その特殊保険入ってて、その分給料もらってるわけです。で、ね、それで経営するわけです。経営してあげてる、破産してもね、困らないような気にね、特殊保険ね、どんな保険があるかと、どういう方法があるかということは言うと役所が潰してきますから、その時の時代において探して勉強するわけですね。破産しても取られない財産をね、用意しとくということね、ですよね。で、ですから、今はだから、離婚に考えてやってれば、どんなに莫大な破産したって、破産しないんですね。破産はするけど、破産申告して財産取られますけども、億万長者の座はね、落ちないんですよ。だからね、そういうのを乗り越えて大きい会社たくさん作っていくんですね。それやってない人ってのはなれないですね。厳しいんでね、会社経営できませんね。しょっちゅう破産しますから。だからそういう特殊保険で生きてるから、会社の落ち目があっても給料を多く取ってるから怖くないわけです。ね。何の責任も役員になくてもね、生きて億万長者ということでやってるわけです。ね。だから逆に気をつけないといけないのは、会社の役人で給料たくさん取ってる人はね、給料というかお金取ってる人は、会社が破産しても全然怖くないから、会社経営運営は全然関係ないということをよく知ってください。ね。
責任もないから会社潰れたって困んないし、給料たくさんもらってるからちゃんと特殊保険をちゃんと入れてるわけですね。何の保険かということは言うと、どんどんその破産した時でもお金が入っ、ね、もらえるという方法ですね。それにそれに対してどういう方法かということを役所はどんどん潰していきますからね。またその時にね、会社に雇ってあげるからね、そういうね、破産した時はちゃんと特別にそういうお金を渡しといて、後からね返してもらうとかね、投資とかね、破産しても取られない投資ですね。まあ言っちゃいけないけど、それを言っちゃいけないんだけど、どんどん潰されますからね。役所が見つけたらどん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 潰してきますから、何の方法かはその時代によって見つかります。言わなければね。で、法律違反にもなりません、ね。ただ、そういうことで、大きい会社の役人というのは、そういうもんです。だから責任ないんですね、全然。ね。だから、会社潰したって、億万長者の手続きしてるんで、特殊保険を見つけて入れてるんで、ね、だから会社経営できませんね。下に荒らしてるだけです、もう全部。ただその場役にやって名だけですね。名だけなんです、現状はね。バカな人、何もやってない人も結構多いですけどね。普通はそういうように破産しても大事業務に多く給料をもらうで、多くもらわないけどやらないということを役人はね。で、だから保険があるから責任取んなくても生きていけるんで、会社の名だけですね、帳簿についてね。